皆さんおはようございます。いよいよあと残り2日になりました。2023年3月9日木曜日ですね。イスラエルに来て今日は8日目です。エルサレムのダンホテルのバルコニーから朝一番の挨拶を皆さんに送ろうとしています。昨日は最後ユダのアラノをご案内して、そこでショートメッセージを語ってフィニッシュしようと思ったんですけど、ものすごい風でしたね。もう吹き飛ばされそうになってですね、話をするどころじゃなかったですね。それでプランを変えまして、今日もユダのアラノが見れるところがありますから、そこに行ったら昨日やり残したメッセージを今日語りたいと思っています。そして昨日の夜エルサレムに着きました。イエス様がね、預言者はエルサレム以外のところで死ぬことはありえないというようなことをおっしゃったんですね。だからイエス様の旅のゴールはエルサレムです。だからハーベスト聖地旅行も最後はエルサレムなんです。ここでフィナーレを迎えます。ですから今日と明日2日間非常に大事な日程が組まれております。さあ今日はここから朝のメッセージをしたいと思いますね。今日ね、これからオリビア湾に行くんですが、それから旧市街に入っていきます。いよいよエルサレムの中心部に入っていきますね。その前にエルサレムが持っているイメージ、霊的なイメージを皆さんと一緒に確認しておきたいと思います。よくね、エルサレムっていうのは地球のへそっていうんです。つまり世界史を見ていると、あるいは今の世界情勢を見ていると、地球の一番中心にあたる町なんだということ、私たちは今地球のへそにあたるところに来ているわけです。で、3つ今日霊的な意義を申し上げたいと思います。1番目、キーワード、人間の罪、人間の罪。2番目、神の愛、神の愛。3番目、永遠の希望、永遠の希望。この3つのキーワードで少し霊的な今日一日の予定のための備えをしたいと思います。人間の罪、この町はね、つまりこの町の住民はイエス・キリストに向かって十字架につけろと叫んだんです。この町ほど人間の罪の汚さ深さを示した町は他にはありません。与えて与えて与えて、最後はご自分の命まで与えてくださったイエスというお方に向かって十字架につけろと叫び、ローマの総督のポンテオピラトを脅迫し、ローマ兵によってイエスを十字架につけさせた町なんです。今日この町を巡りながら、私たちは随所で人間というのはいかに神に背を向けて自分勝手な道を歩み、滅びの道を歩んでいるかということを嫌というほど知らされる、そういう体験をすることになります。この町は人間の罪の深さを示している。2番目、しかしこの町は神の愛の深さを示している町でもあります。この町でイエス・キリストは十字架についたんです。そして自分を殺そうとしている人を見ながら、ここですよ、自分を殺そうとしている人を見ながら、上を向いて父なる神を見上げながら、父よ、彼らを許したまえ、彼らは何をしているのかわからないのですと祈ってくださったんです。私はこのメッセージによってクリスチャンになったんです。中川健一、お前は何をしているかわからないだろう、父を中川健一のために罪を許してくださいとイエス様が祈ってくださった。その神の愛が掲示された町、それがエルサレムです。神から愛されていない人は一人もいません。今日この動画を見ていってくださるあなたも神に愛されています。エルサレムは神の愛の深さを私たちに示してくれた町です。
そして3番目、エルサレムは永遠の希望を示してくれる町です。今回の旅行でたびたび終末論、終わりの時代、キリストの再臨、こういう話をしてきました。まさに今日行くオリーブ山というところがありますが、オリーブ山に立った時にここにキリストが再臨してくださるんだという希望を私たちは持つことができます。エルサレムは人類の罪の深さを示し、神の愛の深さを示し、そして永遠の希望を示している町である、そういう町を私たちは巡ろうとしているんです。今日いろんな情報が出てきます、いろんな説明が出てきますが、何を忘れたとしても結構です。ただ今言った3つの霊的なポイントだけはしっかり掴んで、イエス様と共にこの町を今から巡ろうでありませんか。今日は少し寒いですね。気候の変化が本当に激しいですね。オリーブ山に登るともっと風が吹いているかもしれませんが、体調管理をしっかりしながらご一緒に歩みたいと思います。では行きましょう。